改めまして、こちらが今回アリオ西新井最終オーディションに進まれたファイナリストの皆さんです。こういった機会をせっかくいただけたので、自分らしく思い切り私自身も楽しみたいと思います。恥ずかしがり屋だった私が今こうやってお芝居をしたい、自分を表現したいと思えているのはアニメや声優さんに出会えたからです。声もねよく出てるし、思い切ってねされてて、セリフのタッチもしっかりついていたと思うんですよ。私の夢は自分の声や演技で一人でも多くの方に笑顔になってもらうことです。今日は等身大の芝居ができるよう努めたいと思います。よろしくお願いします。大好きなアリオ西新井に声優として参加をするのが私の夢です。今日はそんな大好きな気持ちを込めて頑張ります。すごく元気いいですよね。ありがとうございます。もう喋り方にもそれが全面的に出てる感じがして、はい、すごい好感持ててよかったです。そしてですね、このドリーム声優オーディションでグランプリを取って、それを機にですね、これから自由でつかみどころのない声優になっていきたいと思います。ドリーム声優オーディション2021アリオ西新井グランプリは、エントリーナンバー2番、竹内玲奈さん、おめでとうございます。おめでとうございます。まずこの最終オーディションに この舞台に立たせてもらったことだけでも本当に嬉しかったんですけど、もうここまで来たら絶対にグランプリ取りたいってもうずっと思ってたので、なのでこうやって今グランプリをいただけて本当に嬉しいですし、アリオ西新井さんの魅力を最大限伝えていけるお芝居をしていきたいと思うので、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。